はい、それでは今の、2つのお話は総合的なサービスのお話だったんですけども、これからの3代はその個別のですね、統合化推進プログラムという枠の中で動いている個別の、材料であるとか現象とか対象についての、お話です。で、その中から今日は、3つ3件についてのご紹介をさせていただきます。で、私は、CASA DNA 研究所はこのプログラムに結構長くサポートいただいております。で、私どもの研究所は結構植物の、ゲノム研究をずっとやっておりますので、そういう経緯から植物のゲノム情報を、使いやすく提供するような、提案をして、で、それにサポートをいただいております。で、私はずっと代表者やってるんですが、これ私は本当にさっきも言いましたけど、全くのアナログ人間でして、プログラムが1行も書けないんです。ただにもかかわらず、ずっとこういうデータベース開発のところにいろんな形でこう関わっているので、非常に何て言うんですか、居心地は悪いんですが、でも私のようなものでもですね、ちゃんと使おうと思えば使えるように今なっている。で、重要なのはその気になるかどうかだけの問題なんですね。で、ちょっとそれは余談なんですけども、植物のゲノム、今日のタイトルはですね、植物バイテク研究に向けた植物ゲノム情報ポータルサイト PGDBJ のご紹介ということで、簡単にお話しさせていただきたいと思います。で、これ先ほどから出てますけども、あと NGS ですね、ネクストかな、ニューかな、ジェネレーションシークエンサーとは、新しいその塩基配列読み取りの機械が、ここそうですね、10年強ぐらいですかね、すごい勢いで普及してきています。で、今時ですね、例えばこれ小型の、もうこの中では小型の機械なんですけども、1回の分析で90億塩基ぐらい読めるって。で、90億ってどれぐらいの数かっていうと、ヒトゲノムが大体30億というふうに言われてますので、ヒトゲノムの単純に言うと、ヒトゲノムの3倍ぐらいをカバーする配列を1回の分析で、これ1日程度ですね、で読めてしまうぐらいのデータ量が出てくるということです。で、これの大型版ですと、これ今よりもっと出力は多くなってますが、この機械で5000億塩基1回の分析、これもうちょっと時間かかりますが、5000億ですね、人の百何十人分ぐらいの、データは一気にこの1分析で読めてしまうっていうのは、恐ろしい機械が、あちこちに置かれているわけです。で、一方で新しいタイプのですね、こういうふうにもゆ、ゆ、あの手のひらに乗るような塩基配列の読み取り機が出てきてて、これはもう例えばその病院にですね置いておいて、もうそこで人のゲノムを読んで遺伝子の検査をするとかっていうようなこともできますし、で、こういう機械ですと非常に長く読めるという、1000塩基とかですね、あるいは2万塩基、3万塩基ぐらい読めるっていう、いろんなものが今どんどん出てきています。で、これ非常に高い機械で、何千万から億ぐらいする機械なんですけども、にもかかわらず国内外あちこちに設置されてきて、で、問題はここからデータがいっぱい出るということと、それからそれをそのデータ出たデータをどこに貯めとくのかっていう、そのデータのストレージの問題、それからそれだけ出たデータをどれぐらい高速に処理できるのかっていう、計算機の問題ですね、そっちの方に今ポイントがシフトしていって、で、そのデータをうまく処理して提示するのは今日の課題である、そのデータベースということになるわけで、ですので、データベース、特にゲノム関係のデータベースやってられる方も、こういう問題に常に直面しながらですね、データ量の増加とどう戦っていくのかというようなことが問題になってくるわけです。で、こと植物に関しまして、植物のバイテクとかですね、育種をやる上でこういう大規模データをどう利用できるのかっていうことなんですけども、たくさんのゲノムのデータを読んでいきます。で、一番単純なのはですね、そのゲノムの中に何か
有用性がある、なんか遺伝子組み換えに使えそうな遺伝子とかゲノム編集に使えそうな遺伝子をもうダイレクトに見つけてきて、それを、操作するっていうようなことが一番は分かりやすい例ではあるんですけども、なかなかそう単純にいかなくてですね、これを見つけるためにやっぱり遺伝解析ですね、連鎖解析をやらないといけないとか、あるいはこれに大規模な転写産物の解析とか、あるいは他者産物の解析を組み合わせて、でこれを見つけてこれに至るっていうような流れが一つ、それからもう一つは通常のいわゆるマーカー選抜育種ですね、従来育種の加速型のマーカー選抜育種を加速させるには、この情報を使って、DNA マーカーをとにかくたくさん作ってですね、それと連鎖解析を合わせてマーカー連鎖マーカーを作っていて選抜に生かすという流れと、それからあるいは一方でリシーケンスですね、これは例えば稲とか、トマトとかいろんなゲノムが出ているんですけども、これをいろんな品種で全部読んでしまってですね、そうすると品種間の違いでどこの塩基配列が違うかっていうのが分かりますんで、そういう情報多様性の解析を行って、でそういうものをマーカーに使っていくとか、そういう違いを見つけていって、選抜に使っていくというようなこと、あるいは育種だけじゃなくてですね、こう DNA マーカーを持っておけば、これを例えば、遺伝子源、手持ちの遺伝子源の、純度検、まあ、あの、なんていうんですかね、純度検定に使うとか、あるいは F1 の種子の純度検定に使うとか、いわゆる検査に使うことができます。で、今こういうのは別にこういうことができるようになるでしょうじゃなくてですね、実際今例えば F1 種子の純度検定というのはかなりDNA マーカーで行われていますし、マーカー選抜のマーカーもですね、こういう大規模ゲノムの情報を使って行われてきているわけです。で、これ先ほどの話ですけども、ちょうど2000年ぐらいから植物のゲノムの情報がどんどん伸びていって、で特にこの辺りからいわゆる次世代型のシーケンサーの影響でもってすごい数ってできてます。で、2016年でだいたい100種、ここにありますが、100種以上の植物について全ゲノム情報が出てきてますし、今やもはやですね、もうこれ以上特に重要な作物種についてはもう全部出てきてしまってますので、今度は種から品種系統に動いていって、例えば稲だと中国と、フィリピン、イリが共同で3000種類の稲のゲノムを全部読んでですね、で品種間の違い、どこに塩基の変異があるのかっていうのを見ていくとかっていうのことが、トウモロコシでもやられてますし、小麦でもやられてますしということで、そういう解析がどんどん行われてきていると。で、ことほどさようにですね、そんなことばっかりでデータがどんどん溜まっていってるんですけども、そういうデータとかの情報、あるいは DNA マーカーの情報とか、あるいはいろんな機能情報が溜まってきてますので、これをどううまく整理して、ユーザーが使えるようにするかっていうのは結構大きな問題になってきているわけです。で、これを解決するために私たち JST からのサポートをいただいて、この多種多様なゲノム情報と、それから幅広い目的を持った、いろいろなユーザーをつないでいこうということで、このプラントゲノムデータベースジャパンという PGDBJ というものを開発してきています。で、これがそのデータベースのファーストページなんですが、あんまり評判良くなくてですね、これよく分からんって、これ見てもこれ何ができるのかよく分からんって、確かにその通りで、これちょっと変えないといけないなっていうふうに今検討中なんですけども、実際はですね、これマウスオンしていただくと、こういうメニューが出てきます。で、大きくですね、オルソログ DB、それからリソースと、それから DNA マーカーその他っていう3つの区分があります。で、これ個別にちょっとこれからご説明しますけども、割とこれ平成23年度からですから、もう、6年7年目に入っていますが、結構割と評判が良くてですね、世界の、このグローバルエンゲージというサイトでトップ10プラントゲノムデータベースの一つとして紹介されています。で、特にですね、この DNA マーカーに関するデータセットが非常に使い勝手がいいということで評価をいただいています。で、多分種苗会社とあるいの皆さんにもこの DNA マーカーの情報が非常に重要だということです。で、まずですね、このオルソログ DB なんですけども、これ、オルソログってバイオロジー専門の方はご存知かと思うんですけども、こう進化的にこう共通していってる遺伝子ですね、同じ機能を持って進化していってる遺伝子のセットをオルソログというふうに言うんですが、
これ統合データベースプロジェクトの中の一つのプログラムでして、でたくさんある世界中にたくさんある植物のデータベースをどう、こうひとまとめにして検索できるようにするかというのがポイントなんですね。ですので植物って非常にたくさんの種類があって、それをどうつないでいくかということで、そのための一つの手がかりとして、この進化的につながっている遺伝子の情報を使ってですね、でそれでデータベースをつないでいこうというふうに考えたわけです。で、そういう計算をしてですね、例えば白になったのはこの遺伝子が稲のこの遺伝子で、トウモロコシのこの遺伝子というふうにずっと遺伝子をつないでいくことを行っているわけですけども、そういう大きなデータセット、それからキーワード検索ができるようになっていて、相同性検索も書かれるようになっていて、でそういう大規模データをダウンロードできるようになっています。で、具体的にやってることはですね、このいろんな植物種の、が持っている遺伝子と遺伝子を全部総当たりにしていてですね、そういうたくさんのデータの、データセットとして、持っているわけです。で、これを持っていると、具体的にはですね、緑色植物40種の100万遺伝子の配列と、卵巣の80万遺伝子の配列、これを全部総当たりにして、結果を持っているわけです。で、それをこういうふうに目に見える形で可視化するためのブラウザを整備しています。で、今度リソースはですね、これは植物のいろいろなリソースを検索して見つけるためのメニューでして、具体的にはですね、国立遺伝学研究所にナショナルバイオリソースプロジェクトの総合的なデータベースが置かれています。で、これは動物から人関係の細胞から微生物、植物、いろいろなものがを取り扱っているんですけども、その中で植物がたくさん入っています。野生稲とか、マメ科のものとか、朝顔とかですね、菊とかそういうものが入ってるんですけども、でそこの情報、それからあと理研の、バイオリソースセンターに、植物のですね、遺伝子情報、cDNA の情報を使って、その遺伝子を串刺しにするようなデータセットが入っています。で、そこと、それから私たちの研究所がたくさんのゲノム解析をやっていますので、そういう遺伝子の情報、それから、近畿大学果樹研が持っておられる柑橘ですね、みかんといいますか、柑橘類の、リソースの情報をまとめてここで検索できるようになっています。ですので、ここで何か、窓口にそのキーワードを入れて検索すると、ここにある全ての情報をまとめて検索できるというようなことです。それから、あとこの DNA マーカーですね、のところにはそのいろんな情報が入ってますが、ここにこのデータベースでどんな植物が扱われているかとかですね、あるいはマーカーのリストとか、あるいは QTL の情報とか、その他、ゲノム解読がどういう方法論でやられたのかとかっていうようなことがまとめられています。で、DNA マーカーはこれ人の分野でも非常に重要なゲノム情報なんですけども、育種を行う上でももちろん非常に重要な情報で、特に品質管理ですね、これ品種の、各社で持っておられるその重要な遺伝資源のが変わっていないか、間違っていないかというのを確認とかですね、先ほど申し上げた F1 の品種の純度検定とか、親系統の維持改良等に使える、あるいは一方で品種識別マーカーとしてですね、育成車検の保護のためにも使えるという、それから、マーカー選抜育種、これはマーカーを頼りにして、選抜のスピードを早めるという手法ですけども、こういう時にも使えるというようなことで、さまざまな用途がこうあるわけです。で、このプログラムの中ではですね、DNA マーカー、QTL 情報の文献を全部読みまして、全部それ人が読んでですね、でその中からそのキーワード等を探し出して、リスト化しているということです。で、パブメドに載っているもの、育種系の雑誌の4誌ですね、ブリーディングサイエンスとかプラントブリーディングとか、こういうものを全部文献を手に入れて、で、ある程度生物学の知識のある人が全部それを読み込んで、で、データ化すると。で、現在65種の植物について1200法の文献を読み込んでですね、でその中に載っている DNA マーカーの情報26万件、それから QTL の情報100、1万6500件をリスト化して公開しています。
それから、これと並行してですね、これ非常にたくさんのマーカーとかが載っていて、で、日頃データベースを使い慣れない方はですね、どうやってここの中から自分が欲しいマーカーを選び出していいかわからないというお話を、よく聞きました。ということで、育種無形 DNA マーカー検索というメニューを作っています。で、具体的にはですね、この表紙のここにちょっと後で付け足した窓があります。で、ここを立てていくと非常に簡単にですね、耐病性とか、主な植物種から選ぶような、非常にアクセスしやすい、ここの対象10種に絞ってですね、で、この20万件のマーカーから形質トレインさせている DNA マーカーを抽出して一覧検索機能を作成しています。そのまずここから見ていただくと、非常にやりやすいんじゃないかなというふうに考えて作った次第です。で、そしたらこのデータベースを使ってどんなことができるのかというのをよく聞かれるんですけども、ざっとリストアップしてみますと、いろんな植物についてゲノム関連情報を入手できる。ゲノムの配列であるとか、その遺伝子の配列であるとか、そういうものを入手できるとかですね。あるいは自分が調べたアミノ酸配列が何の遺伝子ファミリーに属するか、こういう比較的基礎研究に近いものですけども、それも調べられると。それから、ある自分が興味持っている遺伝子がどれぐらい幅広く分布しているのかということを調べたりですね。あるいはこの一つ飛ばしまして DNA マーカーとか QTL が他の種でですね、そんなどんなことが分かっているのかということを探し出すこともできます。それから複数の生物種にまたがって DNA マークを検索できるということで、稲で、例えば自分が今トウモロコシをやっているときに稲でいいマーカーがあって、トウモロコシでこれが見つけられるかどうかということを検索することもできますし、例えば自分がマーカーを使いたいときにアガロスゲルでやりたいといったときに、そういうマーカーも見つけることができると。キーワード検索で、形質連鎖マーカーや QTL の絞り込みもできます。ということで、使い慣れてくるとですね、いろんな使い方ができるということです。で、実はこのプログラム、今年度から新しいフェーズに入っています。で、それに合わせてですね、このデータベースもどんどん変えていかなければいけないんですけども、一つの大きなポイントとしては、先ほどの NGS ですね、新しいシーケンサーからどんどんデータが蓄積していってるというようなことがあります。ですので、そういうものをいかにうまく使って、ここに書いてあるようなことですね、ゲノム関連情報を比較したり統合したり、あるいはこれ育種に重要なんですけども、品種系統などの個体ゲノム解析による多型ハプロタイプ検出をやれるようにするかということがポイントです。で、例えばこういうふうにこういうビューアーの上にですね、複数の植物種のゲノムをざーっと並べておいて、で、それの遺伝子がどこにあるかっていうことを一括して表示できるような、メニューとかですね、あるいは、異なる生物種ゲノムで機能が類似する遺伝子、オルソログと言いますが、それを大規模に検索して、それをこういうふうに並べて表示することができるということです。例えばこれ、トウモロコシの一番染色体の端から端までですけども、そこに載ってる遺伝子と似た遺伝子が、稲の12本の染色体のうちにどこにあるかということを調べているわけです。そうすると、比較的こういうふうに遺伝子の並びが共通している部分、これシンテニーといいますが、こういう部分が見つかるというような分析もできるようにしていきたい。それからカスタム型多型ハプロタイプ検出システムの構築ということですけども、これハプロタイプっていうのは、そのゲノム間でこう断片的に共通していってるような部分なんですけども、こういう変異は育種をやっていく上で非常に見つけていくことが重要なんですけども、今なかなかですね、その作物のハプロタイプ分析に適したプログラムはないということがあります。ということで、私たちが、各ユーザーがですね、自前でこう取得したその NGS の大規模なゲノムのデータとか、あるいは外注で入手したゲノムのデータとかをこのシステムに投げ込んでですね、そうすると、ゲノムのその違い、品種間との違いとを見つけていくようなやり方も今考えているところです。で、その他対象植物種をもっと整理して拡大するというようなことですね。それから、主流となりつつ GBAS や RADSEQ、QTLSEQ、これ遺伝解析の方法ですけど、こういうものをどんどん取り込んで使えるようにしていくと。それからファーストページ、使いにくいというお話がありますので、これもちょっと改良したいなというふうに考えています。
で、ということで、これ今の表紙なんですけども、実際で結構これアクセスが良くてですね、これちょっと見にくいデータ、グラフですけども、この水色一番下のがアクセス、一番最近のアクセス数なんですけども、結構月あたり、延べ数ですけども、4000平均ぐらいのアクセスはあります。ですので結構使われていて、半数が国内、半数は海外からこのゲノムのデータを見に来ているというような状況です。で、ということで、先ほどから申し上げておりますように、こういうデータベースというのは使われてなんぼの、もので、いくらこちらがこれは役に立つだろう、役に立つだろうって作って提供しても、使われなければもう何の意味もないもんです。ですので、まずは見ていただいてですね、で、私ども、あちこちで宣伝に努めているんですけども、こんなことを知りたいとか、あるいはここ使いにくいとかっていうようなことがありましたらですね、ここにご意見ご要望というものがリンクがありますので、ここで何でもとにかく書いていただいて送っていただければ、担当者が直接ですね、ご連絡してご説明するようなことを考えて、おります。ちょっと駆け足でしたが、私の方からは以上でございます。どうもありがとうございました。